はいこんばんはです、えー、まあ、おはようございますこんにちはになるかもしれないですねえー、っとまあ、今日ちょっと髪を切ってでフィットネスでシャワーしてきましたであのコメントね <S, <laughs> <S, S I さんまあ、ね皆さんアミゴそうですね本当みんな友達ですよねアミゴっていう形で あと。えー、H. Y. さん、えー、コメントありがとうございます。英語の勉強をしたいっていうふうに。ね。あの、コメントありますね。ありがとうございます。うん、ああ。まあ、あの。私事でまた申し訳ないんですけど。あの、日本の。英語の。 教育のシステム最近からなんか英会話とか取り入れられてるっていうふうにあの聞きますよくこちらでもあのアメリカの人と人っていうか青年とかまあお姉、ね、さんみたいな人たちが「日本に行ってきたのよ」とか「住んでたよ」とかっていうのを耳にするようになってきました「えーえー、何してたの?」とかって聞いたら。 あの留学とかって来たら「いや英語の先生で行ってた」とかっていう人がちょろちょろあの会う機会が会う機会っていうか、まあ、あのお店のお客さんで、ね、時々いらっしゃったんですけどあの英語の先生をしていたまたうちのスタッフ元スタッフの人にも「あの英語の先生していた」っていう「し,してきたよ」とかっていう人がいたりして。 あの英語の勉強っていうのがあの割と改善されてきてるんじゃないかなとかって思ったりしてますけどあのよくこちらに来られる英語の先生英語を教えてる先生でもなんかなかなかコミュニケーションが取りづらいっていうふに言われていた先生もお会いしたことが。 ありますねですから日本の英語の勉強のシステム以前は特にそうだったと思うんですけどあの日本の方がやっぱり英語が得意じゃないっていうのはまあ歴史的な背景もなんかあるそうですけどもまあまず思いついたところで申し訳ないんですけどまず一つはあの昔の話なんですがまあ 江戸時代の幕府の末期になってくると黒骨とか来たりして帆がね穂船ではなくてエンジンっていうのであの動く船に乗ってきた鉄の船っていうふうな形でなんかすごいびっくりしたえそこで一つの、まあ、コンプレックス っていう,ふうに表現されてるんですけどまず一つのコンプレックスえまあそれからねヨーロッパ諸国にこう追いつけ追い越せっていう明治とか大正とかのこうあのシステムまあ武田先生が言うには今でもこう欧米の人たちのね言ってることが正しくて日本のこう文化を否定されるっていうか こうちょっと下に見ておられる人たちもいらっしゃるってよう,うに聞いてますけどあとこれがまずそのわかりやすくコンプレックスっていう形で表現しますけど欧米に対するコンプレックスで2回目はまあ第二次世界大戦で戦争に負けたことっていうその日本人がこう西洋諸国の 人たちに対するコンプレックス二大コンプレックスっていうのがあってそのなかなかこう言葉をこうあの話す前に壁がこう二つあるみたいなことをおっしゃってる人がいました。であとその日本の教育のシステム自体がその読み書きを中心に 以前は、今はどうかわからないんですけどなってるせいであのやっぱり人間のコミュニケーションっていう形を考えてみるとまず言葉が先ですよね。それなのにこう読み書きをこう中心にやっていた日本の英語の教育システムっていうのは。 あまり良くないシステムじゃないかなとかって、えー、私個人は思いますね。やっぱり言葉がどうしてもコミュニケーションの一番手っ取り早い方法なんで、コミュニケーションを中心としたあの英語の勉強っていうのが、 重要視されるべきじゃなないのかなってまあこれはあ,のあくまでも個人の意見なんで参考になるかどうかわからないんですけど、まあ、そういうこともあって多くの日本の人たちが英語に対してやっぱりちょっと躊躇してしまうところっていうのはそういう歴史的な背景また国の教育のシステムっていうのが。 あって決して皆さんの頭が悪いとかそういうことじゃまずないんだっていうふうに思いますね。でじゃあ自分の英語はっていうと自分も今コンプレックスを抱えてましてまああの自分がやってた店に来るお客さんとのコミュニケーションっていうのは限られてまして。 「この魚はどこから来たよ」とか「今日は何が美味しいよ」とかそれぐらいのこうコミュニケーションでまあ向こうもねこう気を利かせてくれてたんで全然こう不便を感じなかったんですけど今全く違う,こう生活を始めてましてで YouTube なんか始めたりしてこういろいろコミュニケーション取るにも時々聞き取れなかったら「えっ?」とかって。 いうことが多々あります。ですから自分が英語が上手とかそういうことじゃありませんのであの自分も英語を勉強しようと思っているところですねただ自分があの、ね、自分のレベルっていうかあのまあなんとか通じる通じさせるみたいなことであの言うと英語を はやっぱりそのコミュニケーションですよね意思表示なんでその、まあ、学校でいうねちょっとその文字が一字でもずれてたら「ペケ」とかまあ中にはいい先生がいらっしゃって三角つけてくれたりとかっていうぐらいじゃないかなとかって思うんですけど。 本来はこうコミュニケーションなんで意思の疎通だと思うんですねですから通じればいいんじゃないかなとかって思いますねあの今でもこう R とか L の発音もなかなか私はできませんしあのまあ多くのねこちらに住んでる日本人の友達なんかでもやっぱり同じようなことを話しされる方が多くいますねですからあの。 知ってる単語とかっていうののすいませんこう並べて相手に伝わればいいんだと思いますねだからその機会を外国今自分もそうなんですけどその話をするように、えー、知ってる単語をこう並べるだけでも相手に伝わると思うんですねですから そういうふうな形であの、まあ、私仕事なんですけどあの発音も適当だし単語も時々知ってる単語これだったら通じるんじゃないかなとか、まあ、文章なんかもめちゃくちゃだと思うんですけど文法とかもで通じ。通じることをこう一応念頭に置いて自分の場合はこう話してます。 えー、まあこれも最近分かったことなんですけどなんか英語にはこうリズムがあるらしいんですねこうイントネーションっていうかそのリズムがあって日本の場合はこう例えばリズムでいくと「タン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 」みたいな感じで同じ調子でこう話をするんですけど英語の場合はこうなんか歌を歌ってるような形で「タン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 」みたいな。 こう、感じらしいんですまあですからそういうちょっとしたことをこうあの、取り入れたりするともう YouTube でねいっぱいこう R の発音やら L の発音を自分も今勉強中のみなんで結構うまくうまくっていうかうまくの自分自身もうまくありませんのでただ通じるっていうことで言えば。 あのそういう感じであの通じるし自分の知ってる単語を並べるってコミュニケーション取れると思いますね。でね逆にアメリカの人たちがこう日本に来られてじゃあ日本語喋れるかあったら喋れないわけですからアメリカの人たちとかヨーロッパの人たちも全く同じなんであの別にあの、ね、コンプレックス先ほど言われた ねえ昔のコンプレックス第二次世界大戦やらその黒笛のそういうその外国のあれじゃなくて日本の文化っていうのは素晴らしいんだって自分自身っていうのは天才だし世界一だし主人公なんだって全ての人がそうなんだみたいな感じで自信を持っていただいてチャレンジしてみたらいかがでしょうかということで <laughs> 全然参考にならないと思うんですけどもあのそういう形で私はこう。 思っててチャレンジしてるところです、えー、ご視聴ありがとうございます。さすがあコメントどうもありがとうございました。見ていただいてありがとうございます。さすがです。失礼します。